ゆるなつとジェリーのゆるにこライブ。恥ずかしいよ。もうやらないでね。綺麗な娘さんですね。本当に思ったのかもよ。ほんまに思ってはんのかな。俺はそんなおじいさんに見えるのかな。さあ今日も始まりましたね、ゆるみんご。暑いですね。音聞こえてないんだ。毎日音聞こえてない。そうなんマイク言うの忘れてる。でも聞こえるやろ普通に。ああテステス、エコ入りました。あ、オッケーごめんなさいね、皆さん毎回毎回遅刻ばっかりで。すいません、ごめんなさい、遅くなりました、開くのね。1時からするって言ってましたけど結局ね、1時半になったんですけど、はい、もう半なの？早いね。1時ぐらいに来れたね、私ね。優秀。1時過ぎてたけど、ね、優秀だった。1時過ぎてました。5分以内に来れた。ゆるなつ遅れたからシャッター開けっぱなしにしてたよ、はい、うん。ほんだら、この間買ってくれたお客様が、はい、ご夫婦がね、うん、パッて来てくれて、このパンツ買いに来たんですけどって申し訳ないそうに言われて、すごい。ほんでパンツ買ってくれたわけよ。そんなこともあるかなと思ったんよ。ゆるなつのおかげで売り上げ上がりましたよ。ゆるなつ様様ですよって。ほんま調子乗るよね。ほんと調子よくねえか、この人。すごい、ポジティブ。早く来たと思ってるから頭ポジティブって。もうね、ほんとね、幸せな人よね、ゆるなつさんってね。薩摩工場はそうなんかな。いやでもそんなことはないと思うねんけどね。なんかほら南の方の人たちって時間が違うって言うやんか、うん、沖縄とか鹿児島はやっぱのんびりしてて、そのでも学校とか仕事は遅れないと思うよ、みんな。友達との約束とかは多分もうみんなゆっくり来るけど、仕事はちゃんとする。仕事とか学校は遅れない中、私は遅刻してたからね。そういうタイプやね。昔からそういう人。遅刻が治らない。お二人はもしかしたら、うん、もしかしたら、うん、初めましてだから説明しますね。そう、説明して。僕服屋さんなんです、これ。今ね、これお店がね、お店今閉めてるんだけど、こういう服屋さんなんですよ、お店。うん、こんな感じ。そう、レディースなんです。レディースの洋服屋さんやってましてね。あ、いいじゃん、もうちょっと。そのお店のお客様で、はい、初めて知り合ったのが8年前。ほんでコロナが始まって、僕は初めて、ギターを始めて、初めて人前でやるのに、Facebook、うん、ライブを始めたんです。うん、お客様たちが見てくれてたらなと思って、うん、でそれを見たこの彼女ゆるなつさんが、そのフォーマンスがついてるアプリがあるから、うん、そこで配信した方が絶対向いてると思うよってことで紹介してくれて、うん、本格的にライブ活動を始めたんですよね、うん、それで、それのだから、そのおかげで、ね、友達の方がめちゃくちゃ広がって、僕は商売にもね、このお店のお客さんも増えたので、彼女にはね、もう足抜けて寝れないんですよ。いつも言ってる。もうさっそとあと全然ほたらかしちゃった、ね、もう全然連絡もなかったからね。どうってちゃんとできてるとかさ。そんな連絡取り合う中でもなかった。でも誘ったやんか。そうやけど、誘ったけど、どうなってるか私もわからん、知らんかったやん。最初誰もどうなったかな、誰も来えへんからやな。もう配信始めてもやり方も分かれへんし、始めたわけど誰も来えへんと。ギターの練習ここでしようと思って、ね、で初めボソボソ練習して、まだねギター始めた51から始めたからギター、うん、ほんだらそれをなんかポロポロおじさんたちがそれを見かねたんかな、うんうん、おじさんたちが来るようになって、ね、だから最初の頃私知らないもんね、あんまりどういう風にしてたかね。そうそうそう。おっちゃんが泊まってくる。ほんで私も必死やから、ほら私も始めたばっかりのアプリで。そうかそうか、そうやな、うん、どうすか。ほんでなんかそうやってるうちにだんだんこう仲間が増えてきて、共通の仲間もいらして、うん、リスナーさんの中に、うん、で俺は義理堅いからやな、なんかするって言ったら応援するから、もう宣伝するわけ一生懸命。あ、そうやね、応援してくれてたね。それめちゃくちゃ応援しててやん、うん、こんなことでだんだんね、うん、やりだして、そうで、そのアプリがなくなって、うん、たまにこうやって月に1回コラボするんやな、うん、ゆうなつさんは1717で配信されてるんですよね。そうなんです、17で、じゃあジェリーさんがいろいろコラボしてたんや。あ、そうそう、いろんな人とね、うん、ほんで私もゆるみんごしようよって言ってね。あ、ほんでやったよな、うん、でもなんかね、楽しくやって、うん、やらせてもらってて、うんうん、そうで、娘さんですかって言われたりね、うん、あと奥さんですかとかね、奥さんですかって言われたりね、うん、私はちゃんとお家があります。そうそう、2児のママですからね、はい、ちゃんと旦那もいます。旦那さんもいて、ね、今日も喧嘩して出てきましたけど、言わんでんか。
話聞いてるとね、なんかね、あ、ええ夫婦やなと思って。あ、そう？何もそんな話してないよ。なんか思うけどね、うん、何もそんな話してないよね。だって毎週日曜日は旦那さんが子供2人で面倒見てくれてるわけだから。週1回ぐらいは見てもいいでしょ。ほんでこあの奥さん配信三昧でも全然文句言わへんしやろ。いや、文句ある文句ある文句ある。いつも可愛いって飴玉さんが。あ、飴玉さんありがとう。気のせい、気のせい。ありがとう、いつも褒めてくれて。勘違い勘違い。じいさん僕と交代し奥さんに怒られるんだよ。いやいや、毎週日曜日やってるわけじゃないんです。月に1回やってる。ご理解なる、そうそう、ご理解のご主人なんですよ。ご理解させてんねん。そうそう、まあまあ、うん、そう、まあ、ちょっとぐらい立てなさい。まあ、とりあえずね、そんなこんなで。ご理解させてる。でこのゆるみんごもね、なんやかんって言いながらもう7回目ですけどね。乾杯、はい、とりあえず皆さん乾杯。今日はね、はい、あのゆるなつさんの長男のお誕生日です、うん、あ、そうなんですよ。ハッピーバースデー。バースデー、乾杯。今あのリスナーさん一人、はい、あの、はい、見学に来られてます。子供の誕生日やのにね。ご理解のさせ方教えて。あなた口、まず口聞いて、あの口聞いてあげないと。旦那帰ってきたらすぐ自分の部屋入ってたらあかん。あ、そうなん。でもあのね、そんな偉そうに言ったけど、まあ、ご理解させてっていうか、なんとかなんとかこう、どうにかこうにかね、理解してもらいながら。いや、まあ、夫婦いろいろあるよ。私はあの罰ですからね。うん、あ、もうちょっと理解できたのかなって思うけどね。うん、余裕がない。経験してるから言えるのかな。で今も余裕がやっぱなかった。うん、若い時は余裕がないかったりするよね。若くもなかったけどね。あ、本当に。やっぱりね、余裕がないとあかんね。そうだね。さあ、そんないろんな反省はあるからね。皆さん、あの会話は常に持った方がいいですよ。会話した方がいいよ。後からはね、いろいろ思ってもね。そうそう。その時はできないよ。でもそのおかげでね、今楽しいからいいねんけどね。あいつ耳も口も言うな言うな、そうとか言うな。なんて。耳も口もあるわ、ちゃんと。ちゃんと耳も口もあって、ちゃんと仕事もしてあるわ。ちょっとぐらい理解したね。あれは飾りって飾りって。飾りでついてる。ひどいわ。口もない方も。口はない方がいいけどね、男の人はね。ごめん。謝られた。そう、この間もオッサンズライブで Q&A のコーナーみたいなのでね、ゆるなつさんのタイプはどんな人ですかって言われて、あんまりおしゃべりしない人がいいとか言って、この方すごいおしゃべり。めっちゃしゃべってた。ほんで俺司会してた時やから、めっちゃしゃべってた。もう必死でしゃべってる時や。もうめちゃめちゃしゃべってたんやけどな。あのおしゃべり嫌いや言われて、あんまりおしゃべりじゃない人が好きな。え、俺嫌いって言われてるみたいやったな。ちょっともう男とかのいうジャンルの中に入ってなかった、ごめん。おしゃべり仲間みたい、寄り合いやから。ジリさんのお店かっこいいわ。ありがとうございます。うちのお店です、これ。あ、これね、ちなみにね、あのおっさんずライブの T シャツ、オフィシャル T シャツでございます、はい、よかったら今なら、今月いっぱいなら4000円ポッキリで。ああ、今月いっぱいなんです、ね、ちょっと来月から値上がりそうですよ。でもあの送料込みですよ。送料込み税込みやからね。税込み、送料込み、めちゃめちゃ安いです。これ今安い。これ多分ね、5900円ぐらいはするので、めちゃ値打ちですよ。誰のこれ、うん、なんか着やすいでしょ。で生地もね、割とね、シャカシャカした生地なんや、これ。あ、シャカシャカ系。触ってみる。こんな感じの、ああ、これ坊ちゃんがね、この生地いいねんって言って、 なんかいいね。で洗い込むと素材感良くなるみたいで、うんうん、おっさんずファンの方もそうでない方もぜひぜひね。僕おっさんじゃないけどいいのかな。全然お兄さんでも大丈夫です。飴玉さん、お兄ちゃん。お兄ちゃんでも OK です。飴玉さんもね、黒どっちがいい、白が似合いそう。飴玉さんも来れたらいいけどね、うん、10月もしあの来れそうだったら、ここにいてるね、島のおっちゃんっていうね、あのいかついおっさんがいる。まだ入れるの？まだ入れるよ。うん、なんで リアルライブは 何月何日でしたか？10月の8日。10月8日のね、日曜日のお昼ですね。うんうんうん、でお昼12時ぐらいからかな、1時ぐらいからかな、4時5時ぐらいまでですね。まだお席があるそうです。まだお席ありますので。若干。エントランス費は2000円とかな。うん。今回はなんかオッサンズのメンバーと、雪の音さん、ピアニストですね、うん、プロのピアニストの雪の音さんとコラボレーション。
ラグジュアリーな、ラグジュアリー、そう、ラグジュアリー、ラグジュアリーな会になるらしいよ。どんなんなんでしょうね。この絵はね、フライヤーを描きました。このフライヤーはなんとゆるなつさんが描いてくださいました。うん、話してる方がいいかもね。そのぐらい、そのぐらいの方がいいかも。じゃーん。メンバーね、あの真ん中にいるのがね、雪の根さんですね。このべっぴんさんが。そう、これが雪さん、これがジェリーさん、そして島のおっちゃん、ほっそん、なごみさんです。すごいよね、特徴捉えてるよね。俺意外と綺麗じゃね。ラグジュアリー、ラグジュアリー。そんな感じでね、はい、あのまた10月やるので、あの配信もちろん TikTok でするつもりなので、あのぜひご覧ください。読みたいよ。なごみさんとホッソンがギュッギュッてしてんの可愛いやろ。あ、そんなしてた。それでこれ2人で手つないでねんで、これ。あ、そうなんや。いい、そうそう、真ん中のシスター、ピアノの先生、雪のお父さん、雪の姉さん。ラグジュアリー、僕にぴったりの場面かな。楽であり。楽であり。3点。楽であり。3点だ。これはちょっと、5点はあげられへんな、3点やな。惜しい。ところでさ、ジェリーさんの歌声は仲持ちで人気なんよ、感じ悪い。どういうこと。すごい。どういうこと、感じ悪って、それいらんのじゃん。感じ悪よかったね。歌歌わないかな、ずっと喋ってるけど。歌は別に興味ないやん。いつまで喋るんやろっていうぐらい喋ってるけど。みんなだって歌よりも喋るのが楽しいって言うん。本当ちょっと忘れてたけど。俺昨日はっきり言われた。昨日ね、昨日冷やの店行ってきてんか、うん、ゆるみんぐは 大好きとか言って、おしゃべりがとっても楽しくって、うん、歌はっつったら、うん、歌よりもおしゃべりが楽しいってはっきり言われたから。何でやる、今日やりましょうか。何やる、なんかとりあえず1曲だけはね決めてたよね。あ、それとね、あの休憩するので、うんうん、2時半に休憩するのでおやつタイムするので、あの、はい、すごいです、今日は東京ドーム満タンじゃん。2点。あ、似てかわいい。いや、まだ何も決まってないけど。何する。ジェリーさんは今日は何かあった、これ歌おうかなって、ミスタージェリー、密かにかっこいいよね、感じ悪。感じ悪つけなくていいからね。感じ悪は飴玉さんの褒め言葉やから。そうやね、ありがとう。何かしよう。何かしようじゃ。やっぱり俺はね、あのいろんな夏といえばね、うん、あれなのよ。何やと思う。世界で一番。違うな。晴れのち晴れ。違うな。え、嘘や、何。幸せのランプ。違うな。違うの。何だろう。あ、分かった。ストレンジカメレオン。そうなのよ。あ、そうなんだ。夜夏で俺ストレンジカメレオンのイメージなんです。すごい。そうなの。うん。意外意外。とは今日もあの、うん、あのタイムラインじゃなくて何て言うんだっけ、うんうん、あの宣伝するやつ。告知のね。告知のやつ、あれなんて言うの。うん、何、ストーリー、ストーリー、ストーリー、うん、ストーリーもあのもうこの曲しかないと思って。そうだったの。ヤーレントってストレンジカメレオンはね、もうゆるなつさんの代名詞。じゃあストレンジカメレオンするの。うん、開けてるけどね、うん、はい、じゃあそうしましょう。嫌な嫌なことないよ。みんながそんな聞きたいかなと思ったりして。いや、もうさ、みんなが聞きたかろうが聞けたかなかろうが、その後どうでもいいんだよ。知ったこっちゃね。どうでもいい。でも私もね、あのそんな感じでね、やってるうちにこうやってみんながね、ストレンジカメレオン好きになってくれたもんね。俺が歌いたいやつ歌うんだよ。みんなはどうでもいいんだよ。そうそう。まあそれもあり、それもありやと思う。じゃあ、ストレンジカメレオン聞いていただいていいですか。はい、聞いていただきましょう。これは G でよかったですか。やっと歌うね。BGM を切りまして。いいな。じゃあどっちがいい。こっちがいいな。いいな、ヘッドホン。これする。いいよ、いいよ、とりあえず。いいよ、とりあえずいいよ。さしてあげる。本当、やった。じゃあちょっと交代交代。もう見えないのよ。夏の噴煙開けなくていい。これでいける。あ、どうだろう。開けた方がいいかな。多分開けた方がいいよ。あのやっぱ微妙やからね、こういうのって。本当、相変わらず段取り悪いでしょ。すいません、本当に。今度からあの譜面台も持った方がいいかな。譜面台も買えって言ってる。うん、大丈夫。買おうかな、ここ用に。ここです。ちょっと、ちょっと。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、こぼすときはこぼしあるから。
私これでいこうかな。あ、カポ3って書いてるわ。カポ3です。カポある？カポある。段取り悪いね。ごめんね、みんな。本当に来てから考えてんのバレバレよね。もう何にも、もうほんまに何にも決めてないの分かるでしょ。準備何にも、準備何にもしてないからね。I wanna be、はい、もっと遅いがいい。 I wanna be your gentleman、僕。
マシになってきてるかな。今日良かったんじゃない、ちょっと。なんかね、毎回これをやってるけどね、この曲はね、なんか好きな曲になりましたね。嬉しいな、いい歌でしょ。なんか深いね、この歌ね。聴けば聴くほど。いいソングライターさんなんですよ。こんな歌作りたいね。いいですよね。こんなん作れたらプロになってるね。ね、私のね、そうだね。私の大好きなピローズっていうバンドのね、曲なんです。ピローズって、ピローズってあの枕のピローズ。そうです。ね、ザ・ピローズ。なんで枕かな。枕たち。寝るの好きだから。ね、なんでだろうね。昼寝好きとかな。なんでだったかな。なんか本になんか書いてた気もするけど。どう名前のね、名前の由来書いてた気もするけど、なんかパッて目に入っただけだと思うよ。うん、あんま意味ないよ。そういうもんいいけどな、そうなんかね、うん、そういうの多いよね。俺はいろんなソンしか聞いたことなくて、で毎回聞いてると次こんな風に歌ってみようかなとか。でもさ。ここさ、すごいと思ったよ。んなんか、一箇所歌詞間違えた、バレた。あ、バレた、それはバレたけど。バレてた。僕と君の、君と僕、逆になって思った。ごめん、私もちょっと釣られちゃって、ごめん。ごめん間違えた。あ、そうだっけと思ったけど、私が当てたわ。バレてたか。なんかね、感想っていうかね、曲と曲のつなぎのところがね、あ、よく知ってるねっていう感じのがあったよ。そう、うん、もうどこか忘れちゃったけど、なんかすごいって思ったよ、つなぐところ。へえ、もう適当ですよ。うん、どう、すごいすごい。こんな感じみたいな。すごい、そうやねんって思った。やるときやるたんびにこうだんだんこう進化してる気は。原曲聞いてないのに、すごいすごい。原曲はね、俺ね、原曲聞いてないのに。本当に俺多動症なんやと思うねんか。ほんまに聞かれへんねん、ちゃんと。今日さ、今日誕生日のうちの息子、もう多動確定でございます。おめでとうございます。もう保育園でさ、みんなもうちゃんと座ってんのに、うん、うちの子だけもうずっと走り回ってた。それで楽しみ、ずっと私ちょっとお姉かなと思って様子見てるよね。ちょっとお化粧好きだったりとか、可愛いピンクが好きだったり。お姉じゃねえんじゃねえかな。もう本当にプリンセスのピンクのスリッパとかしか嫌がったりとかするから、それはチッチの影響や。そう、多分な。でもね、やっぱり、ね、お姉ちゃんが好きみたい、綺麗な。そうやろ。うん、それ男やで。もうね、ママさんたちの中でね、一番のベビーさん見つけてね、お今度紹介、そこにこう走ってね、今度トントンに紹介してもらおう。なんでやねん。俺な、もう子供たち散った時にな、参観日とか行くやん、綺麗なお母さんいっぱいおるやんか、ドキドキしながら来てたやんか。やっぱドキドキしてた。うわ、綺麗なお母さんたちと思った。いつそれ、小学校？小学校。ああ、それぐらいだもん。息子の時も娘の時もね、うち、大阪西区なんですけど。自分大人の時ですか？僕大人です。やめてよ、小学校の頃の話かと思ったら。いや、僕大人になってから娘と息子の参観日行くとやな、綺麗にみんなした奥さん方いたら、うわ綺麗な。それでも幸せよね、その綺麗なお母さんたちばっかりで。ドキドキよ。そんなことないことだってあれやんの。うちの小学校の中学校綺麗な奥さん多かったんやんか。あ、そうなんやね。ほんまにこんなお母さん若いんやとかさ。うんうん、綺麗にしたはんなのと。いやでもごめんごめん、そう、どうでもいい。本当にね、もうトントンがね、バーって可愛い人のところに行ってね、もうこう顔の近くにこうやってアピールして、でも抱っこしてもらったり、間違いないな、膝に座ったり、勝手に間違いないな、おっぱい触る、その人のとこばっかり行く、おっぱい触る、まだそこまで行かない、うん、あんまりおっぱいのことをよく知らないみたい、私がおっぱいの存在気づいてないみたい。ゆるつはB ですか A ですかって話を、ね、この間なんかしてる時に、俺はこの間17でさ、うん、A か B かいう話してたやんか、うん、じゃなかったな、投票の話なんだけど、ワンセブンでね、A、私は B の、そうそうそう、 B だから、私ゆるなつは B だからって言ってたから、俺はいや A やのになと思いながらさ、なんで A やのになとか知らんやん。それでゆるなつは B、 ゆるなつは B っていうみんなが言ってたからな、言う時に、うん、意味深やなって言ってたよ、リスナーさんが。そういうことか。うん、それで、私が、いや、まあ、ちょっとだいぶ持って B やけどなって言ったよ、それで。そうか、それでか。うん、それで B。だから、いや、B、B じゃない、A と思うけどな。じゃだからみんなで、ごめんごめん。あっちゃんが、ゆるなつは B、どう見ても B。
だいぶ持って B みたいな感じで作ってくれてんね、みんなよう見たら B とか。ああ、よう見たら B、 よう見たらええやけどな。よう見るな。そんなことばっかり。そうそう、いや、これはでもセクハラなのかな、うん、今の時代な。まあセクハラや。私が訴えたらもうセクハラ。コロッケの話、コロッケそんな散らかしてた私。なんか 言ったね、次の次おった時に、絶対あの、いや、あの後ねって、あの家着いて駐車場で後ろ整理してたらコロッケのカスいっぱいおったんですよ。なんでですかね。コロッケ買ってくるからやんな、コロッケの。コロッケなんで、あ、そうか、コロッケ来るなんてことな、言うなつか言うて。コロッケのカスぐらい落ちるわそら。コロッケがいっぱい、ほんでもう先導したで、しめちゃんコロッケもばらまいてましたよ。ばらまいてはいないやろ。帰ってやってて。そんな話したらまた岐阜の話せないからね。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。もうすいません、喋ってばっかりで、ね、くだらないでしょ。くだらない配信してるんですよ。ちょっと私あのストレンジカメレオンもいいけど、これも好きなんやけど、聞いてくれる一回。これ私かなって思うような歌詞なんよ。聞く聞く。岐阜の夏の歌は大好きなんだよ。本当大好物ですか。ちょっと聞いたことキミカの歌の次に好きやから。次にね、 TikTok に載せたことあるから聞いてくれた人いると思うけど、パトリシアっていう歌がね、 あれか、フランナースの犬か。違います、それはパトラッシュ。ありがとう。よかった、ちゃんと分かってくれて。よかった、分かってくれた。ギリギリでちょっと危ない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 。今のそれでもうそんな流されたら俺めちゃくちゃ滑ってるやん。じゃあ聞いてください、ゆる夏で。これいつも出だしパトリシア。パトリシア。あ、じゃあパトラッシュちゃう。ちょっと前奏今日は省略しようかな。でもパトラッシュの英語意味がパトロシアやな。違うな、逆や。あ、そうなの。え、パトリシアとパトラッシュ一緒なの。一緒やで。フランス語やどっちかが。へえ、知らんけどな。Thank you.
カス。いいね、いいね。アンド口笛。いいですね、この歌いいでしょ、はい、私みたいでしょ、なんか。ちゃんと聞けてなかった。パトリシア。え、聞いてなかった。歌詞はちゃんと追っかけてる。あ、ほんまに、ま、もうこっちで、これで大変だったから。マーカスで。これ、リズム、このほら、邪魔したらあかんの。のんびりというか何なのか、待ち合わせもまるで守らない子やね。まあ、全てにマイナス、マイペースな君が僕を一番分かって、ラリノも分かって、ダメだから。許されてる感じする。うん、そんな感じするな。じゃあ俺もちょっと1曲やっていい？最近あのシムさんがリクエストしてくれた曲。全然映ってないけど。そうそう、今あの色夏目にしてた。あ、そういうこと。うん、あの、うん、シムさん、シムツーさん、はい、がリクエストしてくださったサザンの古い曲なんですよ。うん、これね、俺も好きな曲なんやけど、うん、歌ったことなくて。そのティッシュケースめっちゃ場所取るね。そうやね、こいつ邪魔やね。めっちゃかわいい。ちょっと見せてそれ。これね、邪魔なのよ。すんごい、すんごい場所取ってる。すっげえ場所取ってるのよ、こいつ。どこで探してくんねんと思うけどな。でかい。でかいやろ。かわいい。もう、迷惑やろ。いや、でもありがたいね、でも、本当ありがたい。なかなか見つからないよ、こんなん。こういうの。ねえ、あの、探してくれてんやろな。そうやな、見つけたらなんか買ってきてくれはんな。お客さんもそんな人置いてはんねんか。そう、ありがたいね。これキーどうやったかな。なんて曲、私ジャストリトビットっていう曲ね。知らんと思う。知らないかな。あ、行くね。はい。トリートメントのないラブアフェア、慣れ合いのまま看病部屋、心変わりのしないうちに Just a little bit to me。 二人のために something new。 涙はまるで morning dew、 招く素振りが素敵だものを Just a little bitBe to me。 言葉はいつも互いのため、心を映してる、ただ寄り添うだけじゃ通り過ぎるみたい。 I know, I know You're the one to me Just a little bitいいね。時折冷めた笑顔の君、濡れない夜もある、二人だけになればとびきりシャイな人。 I know, I know You're the one to me Just a little bit Sugar。Other love, we do not like you. For you're the one who make my life complete. My mind keep telling me what, for I had to be just a little bit for you. Just a little bit to me.キーだいぶ下げたけどね。かっこよかったね。かっこいいですか。かっこよかったです。俺かっこいい。かっこいい。ありがとう。褒められた、褒められた。うん
褒めた、褒めといた、褒めといた、褒めてくれてありがとう。もういろんな人ぐらいしか褒めてくれへんからな。そんなことないでしょ。いや、ほんまやで。あのたまに褒めてくれる人おると思ったらさ、うん、感じ悪とか言うはるしな。なあ、そうやな。いつも褒めてる人いるやんな。いや、でもあのこの歌懐かしい。でも全然元気移しちゃうねんけどな。ちゃうの。原曲聞、まあ、桑田さんやからさ、うん、あんな風に歌いたくないのよ、あれは。うん、なんか良かったよ。全然ちょっと大人な感じするやろ、これ、うん、この頃のサザンいいのよ。へえ。ヌードっていうアルバムに入ってたと思うけど、忘れた。全然知らんねん、私サザンはあんまり。そうか、サザンのね、この頃のアルバムすごくいいんですよ。で結果、久しぶりに聴いたらやっぱいいなと思って。あ、じゃあまたアルバムみたいな、あのサブスクとかで、うん、でこの間な、あの、うん、昼間な、あのこれタブレット見ながら、うん、サザンちょっとサザンの懐かしい曲やってみようかなとかってやっててんから、うん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 、配信しながら、うん、あ結構楽しかったよね、じゃね、サザンの昔の曲、あこんな曲あったあったみたいな。へえ、あまりサザン聞いてなかったから。いい曲いっぱいあるのよ、昔。月とかさ、うん、あの祭りの後とかさ、うん、あの辺も好き。あ、いいな、あれはな、なんかこうバラード、バラード結構好きなんやな、きっとね、うん、みんながこう喜ぶ曲を作らなあかんからね、サザンはもう。そうやねんな、うん、だからあんな曲作れるのすごいけどね、うん、本当に。そんな楽しい歌で俺泣いたことあるけどね、サザンの。ん？サザンの歌で泣いたことがあるね。ああ、そうなん。あの2年前ね、うん、寝たきりやったのがこう呼吸器取れる段階まで回復して、総監督の時は怖いのよ、うん、あのそれも突然言われんねん、うん、でその前日までは取れるから、でもまだ数値が安定してないですねとかって枕元で言うてるわけよ、医者が、うんうん、看護師さんは、看護師さん女の人を夜中にな、うん、俺の枕元で、あのこの人もさ、つってあの総監でショック死されたこともいるじゃないですかとか、うん、大丈夫なんですかねとか、そんなこと言うの、言う話してる、俺寝てると思ってんやろ、きっと。あ、そんなこと聞いてるやん、うん、その前の晩じゃないと思うんでね、うん、俺の記録も記憶が陥落してるから、うんうん、でまだ取れるまで時間かかりそうだからもうちょっと頑張りましょうとか言われてるわけ。空気が来ないのよ、はい。空気来ないから自分で自力でしてくださいって言うんだけど、うん、こう口こんなん入ってるしやな、はあはあ、息できへんわけやんか、うん、なってるんだけど、うん、1時間こそで耐えてくださいってこれね、うん、もうめっちゃしんどいのよ。しんどそう。それを毎日やられるんだけど、いつ取れるかとか言ってくれへん。もう取れるかな、うん、もう取れるかなって言って、まだまだかなと思ってる時に突然バラバラバラってベッド運ばれて、あの別の部屋連れてかれて、うん、で相談取りますからって、うん、取れるんや、でも大丈夫な俺みたいな。ほんでたらい置かれて、あの看護師さんが吐き出してください、思い切って吐いてくださいねって。ほんであの力抜いてとかってカポーって取られるんやけど、うわーってなってるわけやん、これは、うん、でなすがままでやば取られて、うえってなんかいっぱい吐くんやんか、なんか分かれ、痰が詰まってたりするんやろな、うえって吐いて、うん、ほんですっきりすんねんけど、うん、今度喋られへんねん、うん、喉がもうずっと相関されてるから、喉が痛、もう弱ってて、うん、でこんな声、うん、ほんで「ありがとうございました」って言うてんけど、ね、今ちょっと疲れてるからとりあえずそのまま寝てくださいって言って、ほんで鼻から空気ブシュー入れられないから、うん、シャーって空気ずっと入れられて、うん、ほんであの布団かぶって寝てください、疲れてるからって、ほんますぐ寝るんやけど、うん、その時にこう一人ぼっちになってね、部屋で、うん、ああ取れたって生還できたかもしれへんと思ってて、うん、ほんでスマホをつけたらサザンオールスターズの曲がかかった、うん、ダーティーオールドマンっていう結構楽しい曲やね。楽しい曲。南国のな、あの南国でこうなんか桑田さんがこう導いてこうやってやってる、うん、あのやつやねんけど、うん、それを聞いてまずなんか泣けてきて、ほんでその次に勝手にかかるやんか、あれ、うん、今度は次かかったのが、愛はスローにちょっとっていう曲、うん、でその曲は失恋の歌なんやけど、最後にな、あのしがな、うん、ごめんな、みんなごめんな、ほったらかしにしててしがやな、俺こんな話いろんなやつにしたことないもんな、うん、ダーティーオールドマンってこの曲やねんけどな、楽しい曲やねんで、うん、あのでもなんかな、この辺がな、2番のな、なあ、神が決めたって書いてる、あ、こいつなな、大事なものは若さじゃなくて素顔のままのしなやかな毎日、振り向くほどの人生悪くない、明日を信じるならば、うん、って言うとことかな、なんか、うん、金銭触れたよな、うんうんうん、なんかグッて来てしもって泣いて思ってんけど、その後にかかったやつがこれやったわけ。これがね、愛はするのちょっとずつ、これ別に、うん、となんてことない失恋の歌なんやけど、うん、もう愛なんていらないさ、ぬくもり消せないんだ、おいえ溢れくる一筋の涙って、 No I don't cry もう泣かないさ、弱気が待っている君だけが希望の光、
さよならも言えずって、これな、息子の顔が出てきてさ、あの意識なくなる前に息子とお別れしてるやん、その時のこと、光景がバー出てきてもって、涙ボロボロ出てきて、もう一人でもう号泣しとってんか、看護師さん入って、こんといてくれ今とか思いながら、そういう歌です。だからこれは一つの思い出の歌になりましたね。だから歌ってさ、そういうのあるよ、ある、そういうのある、なんか急にこう、まあ、神様が本当に聞かせてるやんと、も今これ、いやもうなんとなく今言うてて泣きそうになってるもんな、そのぐらいなんか伝わりました。あの、ね、2時半だよ、そうそう、休憩ですか。真夏の果実、じゃあ、休憩の後ですね。そうですね。墓場やって休憩行こうかな。墓場やってください。じゃあ私ちょっと休憩先行ってみますか。ちょっと。そうか、真夏の果実ってお二人やろ。あ、真夏の果実だったら。真夏の果実と一緒にやって、ほんと休憩入る。ほんなリクエストもうといて休憩っていうのもなんかな。休憩はきっちり。これするか。あ、夜夏バージョン、真夏の果実でお願いします。じゃあ。涙が溢れる悲しい季節は誰かに抱かれた夢を見る泣きたい気持ちは言葉にできない今夜も冷たい雨が降る、こらえきれなくてため息ばかり、今もこう太陽を見たいに体を湿らせ恋をしてめまいがしそうな真夏の果実は今で遠く離れても黄昏時は熱い面影が胸に迫る、四六時中も好きと言って夢の中へ連れて行って忘れられない話そうを、夜が待ってない、砂に書いた名前消して、波はどこへ帰るのか、通り過ぎゆくラバローを、愛をそのままに、ハモるわ、こんな夜は涙見せずに
また会えると言ってほしい。忘れられない花相応を涙の果実よ。果実で前半これで終了します、はい、ありがとうございました。コラッポンありがとう。涙がだけ歌ってくれたグリーンさん、後半に墓場やりますね。はい、ありがとうございます。では皆様 See you later。 またね。